京都が一軍の試合に合流してきました。1番相澤からです。第1打席はライトへのフライ、結構伸びていくような、ね、当たりでしたね。はい、打ち方も変えて、はい、さらに進化した相澤さんが、非常にこうシンプルになったというお話でしたね、はい、その打ち方変えたことで、はい、ゆったりタイミングをバッティングレーションも取ってたので、さあピッチャー斉藤が登板します。6回、期待の、ね、サウスポーです。斉藤サード石川選手、石川選手入ってますね。昨日試合出てませんでした、ジャパンから出てました。もう早速今日ベンチに入っています。カープの昨日の侍組は、ね、ベンチには今日は入っていません。うん、いやいや、もうそれは坂倉選手もう一回出てきてもらって、はい、はい、坂倉選手もないと坂倉選手もね、坂倉選手もしました、多分聞いてますよ、多分聞いてます、ね、小園選手、田村選手、サイトもヒットもね、出ました。侍との戦いです。森下、それから栗林もしっかりとしたねピッチングがありました。相澤待て、いい当たりだったんですが、サードのその石川しっかりとさばいています。侍ジャパンってはファーストに入ってましたけどね、ドラゴンズではこのスタートの守備、1年目からうまかったですからね。まあ、怪我の影響でキャンプは2軍からの、ね、スタートとなっていて、オープン戦ではまだヒットがドラゴンズでは出ていないんですが、侍で打ってきました、うん、初戦で2安打でしたもんね、大石代表の試合でしたね。さあ若手の生き残りへ、うぐさこのフォーム変えて、はい、全てをひっくり返してやるって言って、いや本当そうですね、この目見てるとやっぱ満ち溢れてました、パワーに。ああそうですか、はい、本当に話を聞いてもやるしかない、本当にもうそれだけなんだっていうことをね、もう思い切ってやってダメならしょうがないぐらいの気持ちですということも言っていました。とにかくやるだけ、4年目、26歳のうぐさ。斉藤の高めのまっすぐです。秋山と自主トレを共にしました。ですね、ですね、得るものは本当に大きかったでしょう。ここはバットが出た、失礼することはできませんでした。なんのはここバット出していく結果になってしまいましたね。そうですね、全部中途半端というか、はい、間を取ろうと頭をピッチャーの方に軸で行かないように頑張ってはいるんですけど、どうしても流れていってる、ピッチャーの方に流れていって、スイングも骨盤がちょっとこう開きながらずれてるんで止まらないですよね、バットが止まらない状況になってるんですよ、はい。まあ、ベテラン主力にとっては調整、若手にとっては結果もね求められてくる、そういった段階に入ってきています。そういう意味ではこの野間は今日がオープン戦としては一軍では初めての出場です。2打席ヒットは出ていません。教育リーグにも出て調整を進めてきました。安倍さん、今年の長打でも意気込んでいるみたいですね、このままと言ってましたね。長打をもっと増やしたいと、長打を本人はもう完全捨てましたってちょっと前に言って、一時期そうですよ ね、長打入れたんだで、去年もそれで、ね、良くて、まあ、本格しなかったんですけど、今年はなぜそういう風にモデルチェンジしようと思ったのか、本当聞いてはないです、聞きたいですね、ちょっと、それこそホームランにも本当に意気込みがありまして、去年はホームランゼロ、その前の2022年もゼロ、21年に2本ってことですね、一番あったのが2018年で5本、なぜまたそう思ったのかって気になりますよね。やっぱり野間はこう上位でまずはこう出塁率というところを求めたいバッターではありますか。そうですね、自分がどういうものを
求められてるよねっていう、これはスイングは、してましたね、止まりました、野間この打席は三振でした。